あー、バケツ嫌い、使えない。夜だ。夜の海は怖いね。やあ諸君、こんばんは。小生セイワノロメラナワーコアザナオショウケラと申すよ。今日はノラでサーモンランを遊んできたのだが、そこでグリルの倒し方がちょっといまいち分かってないノラが多かったような気がするので、スプラトゥーン2の頃の知識をもとにちょっとした解説を行っていこうと思うよ。グリルは狙っている間赤い線が結ばれる。狙われている人間は常にグリルに殺されないように隠れたり逃げたりしなければならない。グリルは赤い線で結ばれている相手を永遠と追いかけてくるからね。さあ、そんなグリルから逃げる方法なのだが、グリルは段差を越えることができない。すなわち何をすればいいのか。簡単だ。金イクラを入れるカゴの近くにある段差で常に登って降りてを繰り返すだけ。それだけでいい。そうするとグリルは段差を降りることができないので、わざわざスロープを使って遠回りしてくる。その遠回りしてくるグリルを利用してこちらは永遠と攻撃し続けるわけだ。ああやって遠くで戦ってしまうと小ジャケやグリルに狙われてしまうから要注意だ。よし、ノルマ達成。グリルは余裕だろ。極力味方も狙われている人と同じ高台に立つようにしよう。全員で集中砲火を浴びせればグリルもひとたまりない。高台に乗って狙われているやつが降りたり登ったりを繰り返している際にグリルは必ず尻尾を見せる。そこをみんなで攻撃すればいい。狙われているやつは生き残ることだけを考えろ。これがグリルの対処法だ。今回は遠くで倒れた味方を助けるために降りてしまったために最後は混戦状態となった。その結果全員死んだ状態でクリアした。全員行きは